おはようございます。ちゃんくん。はい、ぽんちゃんも。おはよう。日に当たりたいんだね。猫用危険防止策に関してですね、この鍵って言えるかな、まあつけにくい方ってことですが、いい感じのこの棒がないのでですね、だいぶ苦労していますが、生放送の方でですね、いろんなアイデアをいただきました。家にもあるものもあったので、こういうゴムで止めたらっていうのがあったんですが、これちょっと長いんですよね。長いので、ちょっと違うかな。この、まあ、アイデアは、いただきますが、これは違う。あ、何これ。ここ。これ。これいけんじゃん。ちょっと待ってね。誰を待ってもらってる今。はいはい。これでこうやって、あ、うん、ちゃんと止まってた。止まってた。指2本ぐらいの隙間悪くはないか。反対側からも取れるね。例えばこれもここにつけてみましょうか。ちょっとこの長いゴムは不必要ですけれども、この形これ悪くないな。だってこうやったら外れるもんね。猫的にはちょっと両方つけときましょうか、安全のためにね。これもね、はい。ジャン君、やっぱここで遊ぶ？はい。あ、ここ掃除機かけたいな。はい。はい、おいで。はい。どうですか、ジャン君。なんかいろんな工夫を今してるとこなんですけど。はい、いいですか。このところ、やりにくいな。されました。その他にもですね、筋フックで、
まあ、紐とゴムなどを、駆使してやってはどうでしょうっていうのもありました。ちょうど形としては S 字フックと変わらないですよね。さらにこれだったら強度もありそうだし、いいかもしれないです。はい、ちゃんくん、ちゃんくん、ここ掃除機後でかけるから。はい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 、部屋に戻りますか。いってらっしゃい、ジャン君。戻ってきたの、おかえり。いいよ、あっちで遊んでて。はい、一緒に行きたいの。ジャン君、はい、今日は割と涼しい日になっています。まあ、日差しはちょっと強いんですけどね、網戸で窓を開けるというパターンにしてみました。窓ですね、完全ではないですね。あの網戸しかこう仕切るものがないので、結構ちょっと乱暴な猫さんだと網戸を開けにかかろうということもあると思います。ただ、このようなですね、開けられないようなロックはしています。ただこれの上にですね、やはりワイヤーネットというやつですかね、を設置するのが、まあ、ベストかなと思っていますが、いろんなこの住居のスタイルによってですね、どんな形にするのがいいのか、というところを今考え中です。それと、ある程度今まだあまり収入がなくてですね、これからその、経済面も、構築していくところにいますので、急いお金を稼いで、設置したいと思います。頑張ります。はい、ポンちゃんもちょっとごちゃごちゃしててね、まだ片付いてないね。そしてこれラインがね、はい、もうそろそろこれはダメかな、いい感じだね。ジャン君、
次はポンちゃんです。ポンちゃん。